さあ、大谷トラウトで気持ちよくなりたい。では、不当なもんじゃない。うわー、どうだ、イレイズツーツーガー。 BSA 鑑定2023、12月バルクスペシャル開幕します。はーい、 BSA 鑑定12月バルクスペシャルです。お前は一体いつの話をしてるんだと思われるかもしれませんが、いやこれね、もうめちゃくちゃ帰ってくる遅かったんですよ。僕これ12月の末に提出しました。で、なんかバルクスペシャルも結構帰ってくるの早いぞみたいな、ツイッターとか見てたらね、1ヶ月とか下手すりゃ1ヶ月かからずに帰ってきてる人だっていらっしゃって、わーこれはアチキも楽しみだなと思ってたんですが、アチキの PSA 鑑定ね、12月に出して帰ってきたの4月です。もうシーズン開幕してレンドンも怪我した後でした。いやおかしくない？いや確かに20何枚ぐらい出しましたよ今回。ちょっとまあややこしいカードも何枚ちょっと出してます。ややこしいと言っても、まあ、菅みたいなカードは出してないんで、そんなにね時間かかるかねと思って不思議だったんですよね、今回のこのスピードの遅さは。まあまあ全部 PSA 10だったらね、そんなことはどうでもよくなるので、早速開封していきたいところなんですが、まあ、そもそも PSA 鑑定とは何ぞやと、 PSA 鑑定知らない方もおられると思いますんでね、一応説明をしておくとですね、まあ、PSA 鑑定といってカードの状態をめちゃくちゃ厳しくチェックして、そのカードに10点満点で点数をつけてくれるというサービスですね。点数の基準は、まあ、カードが綺麗かどうかとか、四隅に欠けがない、白欠けがないかとか、表面に傷がないかとか、サインがかすれてないかとか、あとセンタリングね、カードの印刷が中央にちゃんと寄っているかとか、そういう何点もの項目を厳しくチェックして1から10点の点数をつけていくと。でこれで PSA 10点満点、 PSA 10がつこうものならそのカードの付加価値はね倍以上になると言われてましてね。なので大谷のルーキーサインカードで PSA 10でも取ろうもんなら、これはもう元々ね50万100万のものが200万300万になる可能性を秘めているという、まあ、自分のねコレクションの価値を高めることができるというね、そういう素晴らしいサービスですね。まあそういう付加価値を高めるという意味合いと、自分のね大切なコレクションを守るというのもありますね、 PSA 鑑定は。まあこんな感じでね、こういうなんかいいケースにね入って帰ってくるんですよ、 PSA 鑑定に出したカードは。これいいですよ、なんか超音波溶接加工技術を用いてカードを湿気衝撃から守るみたいな、なんかそういう効果があるらしくて、まあなんでコレクションをガードする、まあマグネットホルダーよりも頑丈かもしれません、カードを守るという意味では。まあただ噂によると、まあUV カットはねないらしいんで、紫外線にはちょっと弱いっていう説があるんで、まあ日の当たらないところにね置いとくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。いやーでね、今回まあメジャーリーグのカードと NPB 日本プロ野球のカードいろいろ出しております。26枚ぐらい出したかな。はい、なんでねちょっと全部 PSA 10目指して早速開封していきましょうか。いやーもうこれねちょっと忙しすぎてね、4月末から5月は。あー菅が落ちた、あー事故だ、菅が滑落事故を起こしてしまった。まあでもね、菅が滑落事故を起こしてもこのように PSA 鑑定のケースに入れていれば表面に傷一つなく帰ってきました。どうですかこれは。まあちょっと菅はもうさておきですね、ちょっといきましょう。いやーちょっとねもろもろちょっといろいろありました。ちょっと今回ね痛恨のミス。あーまた菅、もういいよ菅、欲しがりだな菅お前、めっちゃ落ちるな。一旦菅は除外して遊戯王で言う。ちょっとね今回もろいろいろありました。ちょっとレンドンをね出すの忘れてましてね、ちょっとレンドンはいないんですか。レンドンなしのクパーと、なんだこれは。あなんかいつもねなんか金玉の中身みたいな緩衝材が入ってるんですけどね、今回入ってないんですかね。謎の、そうなんか初めてのパターン。あ金玉梱包材入ってない。よいしょ、あーやっぱりちょっとがっつり今個人情報が映ってしまいましたので、モザイクですね。でこれが申し込み用紙ですね。まあこれも個人情報がっつり映ってるんでなしと。
で、これもなんかまあ映っちゃいけなさそうなものが入ってると、なんか 2-2 って書いてあるの、これ。おー、やっぱ金玉梱包材なくなりましたね。なんかこのちょっと硬い段ボール紙みたいなのが梱包参照材として詰められてましたね、はい、本当はねちょっと某 YouTuber みたいにうせはてぃってやりたいんですけど、あのもう歩道時段で僕付箋貼ってくれる人がいないんですよ。なんでちょっと自分で点数見ないように順番並び替えて、あの良きようにしますんで、ちょっと準備しますのでしばしお待ちを。ちなみにですね、この箱の中はこんな感じでね、やっぱ PSA 社様丁寧にこうやって梱包してくださってます。この中にね、私の提出した珠玉の金色の珠玉の玉の金玉みたいなカードがいっぱい入っておりますので、いやーちょっとこれ楽しみですね。さあではまずはオープニングアクト、和訳すると前儀からいきましょう。今回の PSA 鑑定バルクスペシャル一発目、1枚目こちらでございます。ドカーン、ブラックマジシャンガールのホログラフィックレアでございます。これどうですか、この輝き、これカニマもね強調されて、これは私のね金玉ず愛で見る限りですね、これはいいカップありますよ、これはいいカップは、はい、そのいいカップ、これね、このいいカップ僕自引きしたんですよ、しかも配信中に、まだニコ生でしかやってなかった頃ですね。デュエリストパック勇気のあのやつをサンボックスエアフォークで買ったやつをね開封した時に自引きしました、思い出のカード。で PSA ね、まぁ、あ、ちょっとぶっちゃけね、ちょっと裏がね欠けがあった気がするんで、まぁ、9あれば御の字よ、9あれば、10はねさすがにないと思うんですが、まぁ、ホログラフィックレア自体傷がつきやすいものなので、まぁ、ちょっとねそんな高得点は望めないんですが、ちょっと9あればもう9が10 ぶっちゃけ9なら10、もう9は実質10の9 10 9は10 9で10で9ぬ、これの9はいいよ、全然いいじゃん。これ裏掛け合ったと思うんですけどね、これ。あ、これ右上はね、ちょっと若干怪しいところもあるんですが、まあこれやっぱ裏面はあんまりね、PSA 鑑定は関係ないみたいな説があるらしいので、いやー、それ証明するような一枚になったんじゃないでしょうか。いや、これは素晴らしい。これはいい感じで始まってまいりました、PSA 鑑定。12月バラクスペシャル開封。あ、すいません。あとね、言うのを忘れておりまして、しれっと。こういう手袋つけてましたが、ちょっとねやっぱさすがにああいう鑑定品を触るのね、素手で触るのは気が引けるので、ちょっとこれからこのアロマ企画に出てきそうなサテン手袋をして開封していきたいと思います。ではね、ブラックマジシャンガールとの前儀も終わったところでね、本番に入りたいと思うんですが、まずはねメジャーリーグのカードからいきましょう。メジャーリーグのカードから、やっぱり今メジャーリーグ一番ホットな男といえばアンソニー・レンドンと言いたいところなんですが、ちょっと今怪我でいないので、レンドンの次にホットの男といえば誰か、メジャーリーグで今この人しかいませんね。ドカーン、大谷翔平ですね。はい、これですね、2022トップスミュージアムコレクションというね高級版のボックスから出た大谷翔平のなんか絵画チックなアーティスティックなアートなカードですね。これもね僕自引きしたやつなんですよ。このカードが出るとね、あのサインカードが1枚出なくなるということでね、僕はこの大谷に1枚サイン食われちゃってるんですよ。サイン食ったからにはちょっと状態よく出てきてほしいものでありますし、 PSA10 も取ってほしい。大谷のこのいいんじゃないですか、これなんか後々こうね評価されそうな、こういい絵のある味のあるカードなんで、さあここでなんとか一発、さあ大谷翔平の PSA10 は天ぬやりました。いいね、本当にいいね。いやーどうですかこれ、この美しさ、いやー素晴らしい、絶品な一枚ですねこれ。背景の連動も相まって素晴らしい絵になってるんじゃないでしょうか。さあそして3枚目、まだまだメジャーリーグのカードでも続けます。引いてはこの人、大谷翔平ゾーンもまだまだ続きますね。ドカーン、これはもう皆さんね死ぬほど見たカードなんじゃないでしょうか。近年トップスナウ2023 WBC 大谷対トラウト最後のシーンですね。俺はね、まあ、結構まあ鑑定品ヤフオクとかいろんなところに出てたんで、まあ欲しいなと買おうかなと私も思ってたんですが、まあ僕もトップスナウでこれ普通に買ってたんで、まあ自分で鑑定出して10取ったらええやんっていう感じでしたね。まあ僕5枚買って、まあこれは1枚しか出してないんで、まあ一発でね PSA10 取って気持ちよくなりたいところでございます。さあ大谷トラウトで気持ちよくなりたい10点イエーイ。
やりました、ゴンヌです。日本優勝やりました。赤飯炊きました。赤飯、いやめでたい、これはめでたい。本当に菅が後ろから祝福しておりますよ。素晴らしい。あー、レンレンドンは悔しがってますね。 USA が負けたことによって。次回は俺が WBC アメリカ代表で4番で俺が出てトラウトと一緒にチーム引っ張っていくぞと。そんな表情にも心なしか見えますね、レンドン。さあどんどん行きましょう。続いて4枚目、こちら大谷翔平2023アメリカンリーグ MVP トップスナーです。まあこれもね、10取りたい。僕ね、21年の MVP のやつは10取れたんですよ。なんでそれに続いてこれも気分よく10MVP 並みの打棒で、 MVP の棒で気持ちよくしてください。10点よ。どうした、乗ってるね。どうした PSA、 やっぱ待たせただけあるね。しっかり鑑定してしっかり10点をくれるという素晴らしい企業じゃないですか。さあそして5枚目、まだまだ大谷ゾーンです。今度は犬の大谷の犬のナウですね。これ MVP 取った時のさっきのやつと同じ時に出たやつかな。はい、まあなんでこれもね、ちょっと趣を変えてこっちで行ってみますか。こっちの一眼に向けて、じゃあ点数発表、さあ参ります。では菅とレンドーンをバックに、ちょっと菅はもうほぼ見えませんけども、行きましょう。せーの、ドカン。いやー、10点なんということでしょう、この。いやー、大谷のインヌも喜んでますよ、これは。さあ、そして6枚目。まだまだ大谷ゾーン。トップス2023ファイネストのスカイブルー博。300シリですね、300シリ。これはね、去年のファイネスト、ハーパーが表紙のやつで、僕、自引きしたんですよ。さあ、その自引きした思い入れがあるんで、これはまた余計に10を取りたい。菅の100倍10を取りたい。いやー、お願い。いや、これでも綺麗だったよ。出した時。悪くない状態だったんで、10、取れるはず、10! いやー、これは嬉しい。今まだ、最初のブラックマジシャンガール以外全部10ですよ。あらあらあら。さあ、そして7枚目。もう大谷じゃねえだろと。そろそろ違うカード来るだろうと思ってるそこのあなた。大谷といえば何ですか？そうですね、ルーキーカードがまだ出てないじゃないですか。私今回1枚ルーキーカード出したんですよ、 PSA に。それがこちら2018アレン&ジンターのね、紙の方ですね、のルーキーカードです。なんかまあ比較的ね、大谷のルーキーカードの中では安価に手に入れられるんで、大谷のルーキーカードを集める入り口としてはいいんじゃないでしょうか。ただね、これちょっとね、僕あのさっきからずっと裏面だけ見て何のカードだったか思い出しながら点数を見んように出してきてるんですけど、裏がね、なんかこれね、これわかるかな、これ。これなんかね、汚えんだわ。なんですか、これは。PSA 鑑定者様。なんか汚いんすよ。ちょっとね、これはマイナスポイントですね。これでお前、PSA10 も取れんかったらなんかもう踏んだり蹴ったりだわ。あの汚れでちょっと、限定で PSA9 ですからったらもう、法的措置を検討しようと思いますんで。ネットに強い弁護士のところか、顧問系のところに行ってこいと思います。さあ、そのコム系の手をわずらわせることなく、大谷のルーキーカードで10点。いやー、なんだそれ、9かールーキーカードで10取れんかー。まあやっぱりね、ちょっと前のカードなんで、だって2010やってて皆さんもう6年前ですよ。まあやっぱ6年前のカードともなると、やっぱりいい状態のもの、完璧な状態のものって残ってないものでございます。いやー、これ悔しいな。そうか。さあ皆さん、まだまだメジャーリーグカード続きます。さすがにちょっともう大谷はね、さっきのルーキーカードで終わりなんですが、なんとあのサイヤング賞を獲得したこちらのバッターです。こちら間違えました。サイヤング賞はバッターで取れません、大谷以外。なんとあのサイヤング賞を獲得したこちらのピッチャーです。トレバー・バウアーのサインカードですね。しかもドジャース時代。いやー、どうですかこの凛々しいお顔。横浜にね、去年来て、もう生でバウア見たかったんで、一回だけ見に行きました、バウアの試合。いやー、7回か8回ぐらいまで投げて、1失点が2失点でしたよ。いやー、もう勝ち投手で、その日バウアがヒーローになってね。いやー、もう楽しかったですよ、あれは。楽しい時間をありがとう、バウア。ということでね、ちょっと思わず買ってしまいました、メジャー時代のサインカード。で、しかもこれね、オレンジ箱なんで、25シリですよ。25シリで、これ eBay でね、買ったんですがね、結構状態良かったんで、10欲しいんですけどね、これ。バウアー、バウって、MLB、PSA10 だったら、バウアーメジャー復帰。PSA10 だったら、PSA10 だったら、バウアーメジャー復帰 !8?
8？ いや8はないわ。センタリング別に悪くないのに、どう、何がダメなんこれ。 8？ いや8、これはメジャー変えれんわ。これじゃメジャー変えれんわ。ショック。別に裏もね、なんら問題ないように見えるんですけども。マジっすか。うわ、ちょっとこの発展はショックだな。ショック。就活で第一志望起きた時ぐらいショックですよこれ。うわー、マジか。さあ皆さん、続いてもバウアーです。ただバウアーはバウアーでも、バウアーの代理人のレイチェル・ルバのサインカードですね。はい、これ見てください。レイチェル・ルバ、バウアーの YouTube によく出てます。ルーバなんかのサインカードですね。これリーフであったんですよ、このサインカードが。eBay で見つけて速攻で買いました。速攻で買ったその理由、まあ結構答えはいっぱいあったんですが、この1枚が絶対欲しいと私は思ったんですよ。なぜならば、ここ見てください。これ260シリなんですが、シリアルはね、96番なんですね。シリアル番号が96という数字に皆さん覚えはないですか？そうですね、バウアーの背番号ですね、横浜の時の。なんでこれはもう実質、まあジャージナンバーのサインカードと言ってもいいんじゃないでしょうか。いやー、ちょっとね、でもね、これはね、ぶっちゃけさっきのバウアーより自信ないですよ、綺麗さで言うと。これが貼ってんならわかるんですよ。これも結構分厚いカードなんで、分厚いカードって傷つきやすいんで高得点取るの難しいんですけど。いやー、こっちの方が低いと思ってたんですけど、ちょっと怖いな。8以下が7とか出そうで怖い。ルーバの代理人パワーでなんとか PSA と交渉して10点。うわ、マジで7点で、うわ、なんだよこれ。バウアー一派の点数が低い。ちょっとこの2枚さ、メジャーリーグ機構の人間が鑑定してないか。バウアーのこと嫌いな。ちょ、これはね、おかしいわこれは。うわー、超なえるわー。いやー、ちょっとサインカードが全然いい得点取れんのがすごい怖いですが、まだまだメジャーリーグカード気を取り直していきましょう。次こちらですね。ドガーン、千賀のトップスクロームルーキーカードですね。で250シリという、この、これも自力しました。これ嬉しかったですね。千賀1年目でね、ナリーグ防御率2位の大活躍ですよ。いや、バケモンですよね。ただね、その頑張りすぎたんかわかんないですけど、ちょっと今年は怪我でまだ投げることすらできてないということなんで、早く復帰してほしいところでございます。さあ、そんな千賀の、あ、これちょっともうスッと行きましょうか。ちょっともう今汗ダラダラなんでね、もう気合を入れすぎて。これでスッと行ったら、ほら、スッと行ったら10点なのよ。スッと行ったら10点。スッと行ったら。裏はね、ちなみにソフトバンク時代の成績が書いてありますね。いやー、そうか、スッと行ったら10点か。インドアとの共演が見たいですね、早く。よく考えたら藤浪をメッツか。二人とも早くメジャーの舞台メッツで投げてください。さあ、まだまだメジャー。続いて、こちらです。ドガーン、藤野。こちらのトップスクローンの X リフラクターですね。俺も自引きしたよね、確か。多分、千賀と同じボックスから出たと思う。動画にも残ってると思いますが。いやー、まあ、千賀が10点なら藤も10点でしょ。もうスッといきますよ、スッと。スッといけば10点以上。ほらー、なんかね、これは。ちょっと気合い入りすぎたな、バウアーとルーバーの時に。さあ、皆さん、ここまで日本人メジャーリーガーいっぱい出てきましたが、一人忘れてませんか？日本人野手、吉田正尚を見てください。こちら吉田正尚のサインカードでございます。これ eBay で見つけてね、この吉田のサインの形が最高だなと思ったんで即買っちゃいました。いやー、ちょ、吉田のルーキーサインカード、しかもオンカード、さらにクローム、これは10点取れた。いや、状態いいのを見極めて買ったつもりです。ちょっとセンタリングはあれですが、いや、もうこれもスッといこう。もうスッといったらね、意外といいね。9点か、9か、絶対センタリングだ。9点。ちょっと左寄りないな、右焼きで。惜しいな。まあでも全然いいわ。全然いいわ。7とか8が出るより全然いいわ。ちょっとね、コーラ監督に干されとる感があるんで。まあ今、とりあえずまず怪我を治すことですね、吉田は。早く治してね、ちょっとまた、アリーグ東地区盛り上げてくださいよ。続いては今、熱いプロダクト。ボーマンから、ドガン。ルーク・リトルのファーストボーマンサインカードですね。この人はね、左で169キロ投げるんですよ、マックス。もう僕、球速い選手とかパワーある選手大好きなんで、すぐ買いました、目をつけて。しかもカブスということで、聖夜の同僚、今永の同僚で、なんならもうメジャーで投げてます、この人。今はね、ただ中継ぎでやってるんですよね。まあただね、なんか試合見る限り全然169は出てないんですよね。150後半は出るんですが、160もまだメジャーで出してないんじゃないかな。
ちょっと抑え気味で投げてもかわかんないですが、まあそのうちね、とんでもない和製チャップもになってくれることでしょう。さあちょっとサインで10点取りたい、そろそろちょっとそろそろサインで10点くれてもいいんじゃないの。よーし、いました、本日初のサインカードで10点。ちなみにさっきのでやっと半分です。さっき確認したら全部で25枚出してました。いやーちょっとこれ反省ですね、さすが出しすぎ。さあ、まあ、気を取り直して、まだまだメジャーリーグのカード続きます。いやーさっき吉田正尚出たじゃないですか、日本人野手、日本人野手、この男がいるでしょう。まだ鈴木誠也のパニーニでロゴなしですが、フローレス最高級版のオンカードサインカード15シリーズでございます。お、いいっしょこれ。聖夜のサインもがっつりで15シリーズでデザインもかっこいいと、まあロゴなしもまあそんなに気にならん感じの構図でございます。あ、レンドンが、レンドンが音を立てて崩れた。ちょっと待ってよ。はい、レンドン復旧しました。さあ、聖夜もね、ちょっと怪我から帰ってきてね、ちょっと調子が良くないんでね、2割5分も切りそうなんで。さあ、ちょっと去年の後半戦の鈴木聖夜、外野手パワーランキングで1位とか2位になってたあの頃の鈴木聖夜を DSA 10で取り戻せ！なー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 まあ、ぶっちゃけね、これちょっとめちゃくちゃ分厚いカードなんで、フローレスって。最高級版のカードで、まあ高得点厳しいかなと思ってましたが、せめて8は欲しかったな。7か。まあまあ、でもね、これはまあもうこうやってこの分厚いカードを保護することというね、意味の方が強いんで、今回のこの鑑定は、うん、まあこれ点数はね、まあ一旦さておきましょうよ。さあ皆さん、メジャーリーグのカードもさすがに玉切れでございます。次から日本プロ野球のカードいきましょう。とは言ってもまあ半分メジャーリーグのカードかもしれません。こちら、ドガーン。山本由伸のグローリーベースカードですね。はい、ルーキーカードでも何でもありませんが、BBM の最高級版のベースカードの由伸。まあやっぱり大谷のね、BBM 時代のカードとかも結構いい値段がついたりしてるんで、ちょっとね、鑑定に出せるうちに、ちょっと出しとこうということで、鑑定量が、ね、上がるとちょっと出しづらくなっちゃうんで、今のうちに出しとこうということで、ね、まあこれ50シリだったかな、ノーマルは100シリか。さあ、まあでもグローリーもね、ちょっと傷つきやすいんでね、表面が綺麗すぎて。あー、9だったら万々歳。9で、由伸、サイヤング。おー、サイヤングです。はい。もう、誰がなんと言うとサイヤングです。おめでとうございます。いやー、この綺麗さ、これ綺麗でしょ、これ。いやー、今ちょっとね、3点台であの年俸だと、ヒル泥棒だなんていうことをね、言うメジャーリーグファンもおられますけども。その人らのね、手首をもうちぎれるぐらい、もう手のひら返しをもうさせるぐらいに大活躍してほしいですね。2点台1点台やれるピッチャーなので頑張ってください。ワールドシリーズでエンゼルスが待っているぞ、山本由伸ドジャース。先ほどまあメジャーリーグはね、大谷翔平ゾーンがありましたが、プロ野球にも山本由伸ゾーンがあります。はい、今度は山本由伸のエポックのね、パリーグプレミアから出るスーパースターズというインサートカードですね。で、これシリアルなんで。これもなんかすげえ汚ねえな。これなんだこれ。これはひどいな。これ何これ。汚ねえ、これマジで。あー、これはひどいわ。これちょっと、本当に嫌だわ、これ。マジで。本当に嫌です、これ。いやー、まぁ、ちょっと汚い分、点数は高めにしてくれよ。表面を汚したのはそっちだぞ。よーし、許した。汚くても10点なら。オッケーでーす。はい。まあ僕、軽い男なんで、全然10点だったら何でもいいです。はい。
さあ続いてサインカードです。しかもこれはもう思い出深いサインカード。しかも NPB を引っ張っていく日本代表侍ジャパン級の選手であろうになるであろう広島東洋カープご自慢和製大砲末金翔太のサインカードです。はい、別にねこれルーキーサインとかではないんですが、私がね配信で自引きしたやつなんですよ。もう僕の末金がねカープの選手で一番今好きなんで、自分の一番好きな選手を配信で生で自引きできたと、しかもバラパックで、これ思い出の一枚ですね。いやーサインのかすれはねまあちょっとエポックなんで若干あるんですが、いやーこれはもう自引きしてすぐスリーブかなんかに入れて保管してましたから。PSA10 点のはず。末金 PSA10 点で、今年3割30本。よっしゃよっしゃいいよ末金で10点嬉しいな。今日この前はね、チームリミのルーキーサインが9点だったんでね。いやーやりました。これは嬉しい。いやーなんか感慨深いね。やっぱ自引きした末金 PSA 点。これ家宝ですね、これは。さあ続いてもサインカード、こちらはなんとルーキーサイン、あの菊池涼介の後を継ぐのは俺だ、忍者矢野雅也のサインカードです。しかもルーキーサイン、どうですかこのがっつりサイン。マジで誇張抜きで大谷翔平の一番最初の方のサインに似てますよね。こんぐらいがっつりでした。もう守備はもうメジャーリーガー級だと僕は思ってます。で最近バッティングも伸びてきました。打率今2割6分ぐらいありますよ。いやー矢野もう2割5分であの守備なら超レギュラーよ。さあそんな矢野のルーキーサイン、これもそんなに悪い状態でなかったはずなんで、スイカに続いてカープ勢で10点を10点ぬー、10点ぬってなんだ、10点ゴーヌー、いいね。わーこれは嬉しいわマジで。矢野ねちょっとこの頃はまだパンチパーマじゃないですが、今パンチパーマをかけててね、チーム内でいじられキャラでムードメーカーでもあるので、ムードメーカーでさらに守備も、もう守備だけで言えばもうすごい。ウィンズアボブリプレイスメント、もう5ぐらい稼げるんじゃないですか、守備だけで。フルシーズン出れば。恋のシモンズになれるようにちょっとね、これからも守備に磨きをかけていってほしいですね。さあ皆さん、やっと一箱目が終わりました。で、二箱目行きたいんですけど、二箱目はね、なんかね、枚数が少ないせいか知らないですけど、ちょっとこんな感じで、プチプチに梱包されちゃいました。ESA さんの丁寧な仕事が伺えますね。さあ皆さん、続いてなんですけども、なんとワンオブワンのルーキーサインカードでございます。心してご覧ください。広島東洋カープ随一のイケメンワン、大道春樹のワンオブワンルーキーサインです。これなんとね地引きしたんですよ。動画も残っております。去年は大車輪の活躍し、40試合ぐらい投げて防御率も2点台。とにかく、アウトローにビシビシいいストレートを投げる。素晴らしいピッチャーです。ちょっと今シーズンはまだね、2軍調整続いてるんですけど。そのうち上がってきて、矢崎、島内、栗林の勝ちパターンに食い込めるのはこの男しかいないということですね。いや、これもね、なんならこれはもうスタレジなんで、最初からマグオフに入って出てきたんですよ。なんで状態はね、もう間違いないはずなんですが、PSA 社様がどのような判定を下されるか。10で、うわリクエストします。ちょっと野獣でしょ。もうこれはじゃあエポックのせいだわ。最初から孫に入っとったんだから、これはもうエポックのせいです。はい、もうエポックと全面戦争しますこれは。いやもう知らんって、これに関してはマジで。続いてもルーキーサイン、しかも今度はドラ1のサインカードです。ドカーン、オリックスドラ1ムクノキ蓮のサインカードでございます。はい、このムクノキはね1年目にノーヒットノーラン未遂よ、日本ハム相手にやってのけるほどの素晴らしいポテンシャルの持ち主です。ちょっとねトミー・ジョンで1回育成落ちて、で今年また帰ってきたんで、そのうちねまた山本由伸の穴を埋めるぐらいの活躍してくれると思うんですけども、これもね地引きしたんですよ、エポック NPB プロ野球カードで。これも嬉しかったね。ちょっとこれも大道は急だったけど、ちょっとこれもすぐスリーブ入れました。これもエポックです。エポック、ちょっと、これは頼む。ちょっと品質管理を疑うぞ。これで9点とか8点とか7点だったら。エポックの品質管理、ゴンヌゴンヌゴンヌ、エポックの品質管理最高。
エポック最強。エポックの品質管理が一番最高。さすがですね、エポック社様は。サインももう、かすれ一つない。最高の一枚ですね、さすがエポック社様。エポック社様の品質管理最高でございます。ありがとうございます。さあ、ムクノキときたら、オリックスの先発ローテーション。若手、若牛、若毛牛。まだいるんです、こちら。ドカーン。東晃平のチームリミサインカードですね。東ね、育成から支配下に登録されて、6連勝ぐらいしたんですよね、いきなり。で、日本シリーズも投げましたし。いいピッチャーです。2軍でね、ずっと頑張ってて、2点台とかで。1軍でお呼びがかかったら即活躍という素晴らしい選手ですよ。これは、ね、一応ルーキーサインではないんですけど、まあでも、支配下になった年のサインカードなんで、ルーキーサインという扱いでもいいんじゃないでしょうか。さあ、これも10点で、ムクノキと東で PSA10 点ダブルエースコンビ。よーほほほほほ。BBM の品質管理も最高。エポックも BBM も最高。品質管理最高。トップスだけ初期技術ひどい。あんまメーカーを敵に回すことは言わん方がいい気がしますよ。すいませんでした。今までのは全部嘘です。さあ、まだまだオリックスゾーン続きます。続いてはこちら、ドカーン。斉藤京介のルーキートップスクロームのベースカードですね。斉藤京介というね、オリックスのトッププロスペクトがいるんですよ。もう本当に2軍で去年めっちゃいい成績残して高卒ルーキーで、これは楽しみだという、ネクスト山本由伸と言われてますね。まあ、ただちょっとサインカードが尋常じゃないぐらい高くなってるんで、ちょっとね、上がりすぎだと私は思ってます。ルーキーエディションのチームリミ版が20万ぐらいしたんでね、あれちょっとやりすぎだと思いますね。まあ、これぐらいで僕はね、トップスクロームのベースで ESA 鑑定出すぐらいで楽しみますわ。うわ、9かよ !10 じゃないか。まあ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 。トップスクロームはちょっと裏面が寂しすぎるんで、もうちょっと賑やかしてほしいね。選手説明とか書いてね。ちなみに残り3枚まで来ました。皆様長丁場お疲れ様です。残り3枚はこちら、佐々木朗希のインサートカードですが、ルーキーカードでございます。佐々木朗希のルーキーカードですね、インサートとはいえ。いや、なんかトレードルーマーズに佐々木朗希コンオフメジャー挑戦みたいな出てましたね。ポランコとかが毎日佐々木朗希はメジャーのことを聞いてくるみたいな記事出てたんで、ちょっと打線くなる前に、ね、鑑定量が上がって早めに出しときました。ベースは持ってなかったんで、インサートで10点を10点なんで10点なのにピースに。まあでも10点10点10点ええー、やん。これシリアルこそないものの、またこれ汚ねえの、これなんだこれ。これ同じさ、なんか汚れあった人います？俺だけかなこれ。腹立つわ。残り2枚、先ほどの斉藤京介クロームに続き、またしても斉藤京介。今度はチームリミのルーキーカードのシリアル版ですね。銀シリアル、ベースのパラレルですね。いやー、これはね、地引きしたやつなんで、アズマにとってですけど、いい状態だと思うんですけどね。もうシュッと行きましょうか。皆さん疲れたでしょ？僕も疲れたんですよ。シュッと行ったらやっぱり10点。シュッと行ったら10点対。10点対？もう、チカッパよかっちゃったけどよ。うん。さあ、皆様、長らくお待たせしました。次が最後の一枚でございます。つい先日、といっても正月に地引きしました。こちら、山下俊平太、山本由伸、エースの系譜、ダブルコンボジャージーカードでございます。はい、これね、正月のね、グローリー開封動画でぶち抜きました。最高の一枚でございました。最高の一枚なんですが、これね、この分厚いんでね、さっきのパニーニと同じくね、ちょっとかなり点数厳しくなるんじゃないかと思われますが、この流れならこの分厚いカードでも10点取れるんじゃないでしょうか。さあ、お願い。うわ、マジか、すげえ。10は予想してなかった。10はすごい。これはすごい。うわー、めっちゃ嬉しいわ、これは。これはもう最高の一枚だ。地引きで PSA10 ダブルコンボ、ジャージー。しかも、吉野部と俊平太。ありがとうございます。いやー、最後に、すば、最高の終わり方ですね、これは。いやー、嬉しいわ。もう汗だくでパンツ一丁で撮影頑張った甲斐がありました。はーい、PSA 鑑定12月バルクスペシャル開封結果、このようになりました。いやー、今ね、出してるこの6枚は、今回個人的にお気に入りの6枚です。
まあ大谷のシリアルで10取れたのが一番嬉しかったかな。由伸とシュンペイターのメモラで10もね、だいぶレアで嬉しいけど。いやー、 PSA 天祭りでしたね。ああ、いいお祭りですよ、本当に。毎月開催してほしいですね、この祭りは。だってですよ、今回25枚提出してですね、結果がこのようになっております。25枚中 PSA10 が16枚、 PSA9 が6枚、 PSA8 が1枚、 PSA7 が2枚ということで、半分以上がもう PSA10 で、で、そうじゃなくても9が6枚もあるんで、はい、これはね、素晴らしい結果だったんじゃないですか。で、まあ、あとちなみに言っとくと、eBay さんのね、カードは、PSA11 枚もありませんでした。全敗でした。ちょっとね、私の目利きがね、よろしくなかったんじゃないかということでね、批判は甘んじて受け入れようと思います。いやー、非常に楽しい開封時間をありがとうございました、PSA 鑑定者様。そして、この商品を無事に届けてくださった配送業者様、鑑定してくださった鑑定士様。あとね、アラブも、ありがとうね。うん。サンキューアラム。また出すんで、ちょっと PSA10 頼むわ、アラム。すいません、ちょっと、調子に乗ってしまいました。まあ、あとはあれですね、一個だけ注文つけるすれば、謎のなんか、白い油なのか、ザーメンなのか、よくわからんなんかの気持ち悪いやつを、あれだけちょっと、なしの方向で、今後はお願いしたいですね。はい、まあこんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とか、いろいろやっておりますのでね、PSA 鑑定最高と思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。なんか高評価をしていただけると、この下品なチャンネルが YouTube のおすすめに表示されやすくなるらしいので、ぜひね、日本全土、お下品に染め上げていければなと思います。本日はね、トニーアラムスペシャルということで、約20分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。ありがとうございました。